海に囲まれた地域の防衛を担う石垣駐屯地では艦船や航空機の脅威に備えミサイル部隊が重要な役割を果たします。およそ570人の隊員が任務に就く石垣駐屯地は有事の際に南西諸島全体の防衛拠点の役割を果たします。司令官の部屋でまず目に入ったのが南北を逆にした通称逆さ地図。大陸から見ると我が国 の、 その地政学的な位置というのはまた実感が変わってきますので、うん、はい、まあ、そういった点では多角的な見方というのは必要なのかなと思います。明確に中国の動向を強く意識した石垣駐屯地、その脅威から日本を守ることはできるのでしょうか。周辺国の脅威というものをですね、任務に当たっている中でどんなふうにお感じになってますか。我々はここで駐屯することによって、うん、戦場にならない島の方々を守るということを、まあ、明確にですね、認識しながら、例えるなら、うん、しっかりとその抜かない刀をですね、鍛えておく、まあ、こういったことが本当にですね真剣にやっておかなくちゃいけない、うん、もし台湾有事があればですよ、この島が今度は日本の国とアメリカの盾になってしまう可能性が十分あるんですよ、うん、どうしてこの石垣に暮らしている島民に平和の権利がないかなっていうのはね、うん、とっても疑問に思いますね、うん、島民保護を後回しに進む南西諸島の防衛力強化は中国との緊張を高めているだけとの声も聞こえます。台湾に最も近い日本最西端の島与那国島では有事への緊張をどう受け止めているのでしょうか。2016年、南西諸島初の自衛隊駐屯地を与那国島に開設。レーダーによる艦船の監視がその主な任務です。私のところは嫌だ嫌だった時に日本の国防崩壊ですよ、はい、そこに自衛隊も何もない状態で1500名の町民を人質に取られた場合にどうやって奪還するんですかってことですよ、うんうんうん、